はい、どうもりょういちです。それでは、セブンデイズトゥーダイ、ダークネスフォールズモッド、やっていきたいと思います。さあ、では続きをやっていきましょう。まあ、夕方にね、なってきたから、あまり時間がないけど、とりあえずここをちょっと補強しておこうか。クエスト達成のためにもね、この辺を補強して、また夜をしのがないといけないな。ウッドフレーム設置とフラグストーンを設置か、強化もしないといけない。ウッドフレーム作っとくか。とりあえず最初のホードとかはまあこの辺の建物で、迎え撃つことになるだろうから、なんとかねいい場所見つけて強化していかないとな。確かビルダー系の今のこのクエストかキャラのあれが終われば、ネイルガンとかもらえたような気がしないでもない。わかんないけど、もらえればいいな。ウッドフレーム設置は100個。で、強化は100個か。100個設置して100個強化。まあ、中にも入れていくか。中にも適当に置いていこうも。スペース的にも。この辺に。まあ柱として。フラグストーンもいっぱい置かないといけないしな。とりあえずもう置けるだけ置いて、強化していきましょう。よし、これで終わりだ。達成、強化と、ブロック設置か。終わった。これで次がスクラップアイアンツールを入手か。ようやくスクラップアイアンだ。ピックアックス、ファイアーアックスを集める。作ればいいんだな。スクラップアイアンはいくつかあったかな。宝珠も作らないとな。とりあえず夜になる前にやれるだけこのクエストをやってしまうか。鉄はあるな。全然あるな。レザーもあるでしょう。よしよし。これで、スクラップ、アイアン、ピッケルと、斧。さあ、完成だ。これで、次がなんだ？さらに資材集め。小石、土、レザー、ダクトテープ、鉄パイプ。これあれか。工事か。工事っぽいな。土は、あれ土なかったかも。あ、土もうないのか。土取らないとな。ダクトテープ、鉄パイプはある。土が全くないな。こんなにないとは。少々じゃあ土を集めようか。夜になる前にね、集めないと。危ないね。あの辺の山を崩そう。ちょうどいいところに丘があるわ。よし、じゃあこの辺りの山を少し削っていくか。もうコオロギが鳴いてるから7時、18時ぐらいが過ぎてるよな。日の高さからしてまだ夜にはならなさそうだな。時間がわかんないからな。自販機で確認しないと。まあでもまだ大丈夫そうだな。あ、もういけてるわ。もう達成した。宝珠を集めるんだった。よし、宝珠。やっぱこのクエストで宝珠まで行ったか。じゃあ宝珠作ろう。まだ土もいっぱいいるから。1回で25ぐらいか、取れるのは。1000か2000ぐらいは集めたいところだな。よし、とりあえず1000集まったしね。スタミナも減ったから、これぐらいにしとこう。もう日が沈むわ。これでまあ、宝珠ができて、宝珠とアイアンが作れるでしょう。さあ、宝珠を設置しよう。ポチッと。これで6分の5、完了。次が最後か。宝珠とアイアンを30個ね。アイアンクラブをクラフトか。なるほど。
フォージドアイアンを作るには溶かさないといけないな。土と、まあ鉄、とりあえず全部いっとくか。まあこれはちょっと時間がかかるだろうから、夜の間は放置しておきましょう。あとはできること、何があるかな。素材集めしたいけどな。木とかも全然もうないし。ベーコンエッグはあと2つ。厳しいね。すり鉢とすりこぎって作れたかな。うわ、なんか来てるし。ノラホード来たし、緑のやつらのノラホード来てるし。最悪だ。夜になる少し前に、あんな連中が来るとは。あんなの見つかったら終わりだな。今もう完全に夜が近いから、戦闘してられんしな。さすがに。まずいぞ。あのノラホード厄介だな。そんなに過ぎ去らないだろうしな。うわー、ちょうど家の横ぐらいじゃん。気づかれるじゃん、これ。火炎瓶。あ、そうだ。火炎瓶。用意しないと。ちょっとでも。一本しか作れない、これ。300使うからな、ガソリン。一本だけだ。作れるのは。マジかよ。きついな、だいぶ。夜になってしまったか。あいつらどこ行ったんだろう。ああ、あの辺に。あの辺まで行ったか。ちょっと離れたか。まだマシだ。すり鉢とすりこぎは、この辺のスキルが必要なんだな。フィジシャン、リビングオブザランドか、農業の基礎。農業の基礎は、確か本で手に入ったよな。あれは比較的簡単に手に入る本だった気がするから、それ待ちたいな。フィジシャン取ってもいいけど、それかまあこれも取ってもいいけどな。リビングオブザランドは、あれか、ファーマーしか取れないか。農夫。農夫しか取れない。フィジシャンは科学者か。科学者しか取れないわ。あ、科学者でも俺か。俺科学者にしたから一応取れるか。あげれば取れるな。じゃあこっちもちょっと狙っていかないとな。コットン集める、木材集める、添え木を作ると。コットンね。とりあえず、あっちのビルダーの方はフォージドアイアン待ちだからな。コットンは、まだ取ってなかったかな。捨てたかな。いくつか、ないか。ないな。あんまガチャガチャしたらな。よくない。正面に敵がいないな。コットンぐらいだったら、その辺に生えてそうだが、あっちの方行ってちょっと取るか。大丈夫か？慎重に行こう。クリアだ。よし、急に湧く可能性もあるからな。すぐ逃げれるようにしとこう。まずはピラミッドが一番安全そうだな。逃げるには、あ、コットンあるある。よし。一応花も集めとこう。花もそのうち使うだろう。コットンあと4つ。これなんだ？トマトか。こっちの方はゾンビ少ないな。奥の方にいるけど。あ、あったあった。さっきの土のところにコットンがありました。よし。あ、いるいるいる。あ、気づかれた。見ろ。まあ、デブ一体ぐらいだったら振り切れるだろう。よし。あ、緑のやつが、拠点の裏手に。よし、コットンは集まった。これで添え木か。添え木も、まあこれ集めるだから、クラフトしなくてもいいはずだ。あるやつを持てばいい。よし、完成。OK。で、服がもらえたけど、服は別にいらんから、買いたい。次はアロエか。アロエとコットン。またコットンか。16コットン。アロエはあるんだよな。アロエはある。あと10コットンか。10コットン集めないといけない。ちょっと荷物を一旦置いといて、軽くした状態で挑まないとな。よし、じゃあコットン集めに行こう。あのデブが近づいてきてるな。あっちの方がでもコットンありそうだもんな。ああいう
普通の野原の方があるもんな。あっちはあっちで危険そうだし、あのデブを仕留めてから行くか。デブぐらいだったらなんとかなるだろう。矢少な、でも矢が10本しかない。え、少ないな。羽はあるな、羽あるから作ろう。よし、じゃあ行くか。あいつを仕留めるか。ステルスで闇夜に紛れて、よっ、よしよしよし、気づかれないんじゃないか。気づかれないね、やっぱり。闇からの襲撃、貴様はどこから攻撃されているかもわからない。ステルスアタックしないとでもダメだな。ダメージがあんまり入らないな。うわ、緑のやつが後ろにいっぱいいた。危な、恐ろしい。全然いけるな、やっぱ普通の雑魚だったら。ほっ、やったか。よし、このもと矢が回収できないからな、一切。なかなか不便だ。あ、ピラミッドのところに、あそこに確かサバイバーいたけどな。またどうなったんだ、やられたのかな。あ、意外とこの辺もコットンあるじゃん。アスファルトにも、いや、バレそうだな。あれはちょっと後にしよう。こっちの方が安全だ。よし、ここコットンあるぞ。あ、いっぱいある。よしよし、今のうちじゃ、あと3つ。 OK、 達成。いいね。包帯作るやつかな。布を集めるだ。アロエクリームとで包帯を作れって言われるんだ。そうに違いない。若干気づかれてしまったな、ゾンビに。壁を叩いてやがるぜ。ソルジャー、鎖掛け、汚染、ソルジャーゾンビ、いろいろついてるな、名前。うわ、なんか声が近い。登ってきてないだろうな、びっくりして。声が近いぞ。中に入り込んだか。ほら、あいつ回復持ってるよな。自己再生ついてるとな、厳しいよね。なんかこの下にいるな。あいつは気づいとらんぞ。ほら、今がチャンスか。あ、でも回復するな。自己再生力が高い。無理だ、まずいな。とりあえずクエスト進めるか。布、よし、これで次がアロエクリームを集める。なかったか、アロエクリーム。アロエクリームはないか。作ろう。やばいな、緑のやつを野放しにしてたらまずいな。うわ、結構いるし。緑のやつ2体、こいつは面倒だぜ。あいつなんか死にかけてる。なんであのビジネス死にかけてんだろう、わからんけど。よし、あ、死ななかった。死んだか。よし、あ、クエストも終わったな。蜂蜜を集めるんだった。ペインキラーか。次は緑のやつはちょっときついだろうな。連続でもう当て続けないと倒すのはきついだろう。自己再生が高いから。でも1体ぐらい仕留めたいな。ソルジャー仕留めておかないと。お、いいぞ。ウッドフレームかまされてるとライフが見えないからな。減ってんのかな。とりあえず当ててるけど減ってるかどうかはわからん。やばい、増えた。緑のやつ増えた。面倒だな。火炎瓶でもあんまり効かないだろうし。あのソルジャーどれぐらい減ってんだろうな。全然減ってなかったら終わりだな。俺、矢ないし。結局矢がない。
あ、どれだけ減ってる。あ、結構減ってる。よし、あと一発。いけるぞ。あと一発だ。待てい。あ、外した。外した。やばい、回復してる。回復しやがった。矢がなくなった。まずい。肝心な時に。矢切れかよ。回復許してしまうじゃないか。結構減ってたな、でも。頑張りゃ倒せるな。連続で当て続ければ倒せるか。回復したかな。だいぶ回復してそうだな。回復力高いからな。隠れたしまた。隠れられるとまずい。矢がでも厳しいぞ。あ、ソルジャーいた。いたいた。待て。お前ソルジャー、ライフ見せろ。厳しいな。全然狙ってこないな。柱狙いに行くか。あ、来た来た。あ、全回復してる。くそ、全回復してやがった。面倒だな。もういいか、置いとくしかないな。クエスト進めよう。蜂蜜1個だけあったわ。これで6分の6だ。すり鉢とすりこぎか。ついに。よし、法事で作ろう。そして、法事とアイアンも、たまったな。30個は集まったわ。これでクエスト OK か？いや、なんかコンボを作らないといけないんだ。アイアンコンボだ。これだ。4分35秒。まあまあかかるな。よし。あ、すり鉢とすりこぎができましたね。OK。これを設置すれば完成か。さあ、ここに設置しておこう。OK。これで完了だ。報酬なしだ。報酬特にない。経験値も少ないな。特になんもなかった。まあ、クエスト完了してあれか、スキルが取れるようになったって感じかな。これでまあ小麦粉とか種も作れるようになったな。小麦粉を作ってみよう。結構うじゃうじゃいるな。緑のやつも通常のやつも5、6体いるぞ。火炎瓶一発でまとめて火だるまにできればまだな、いいんだけど。厳しいか。緑のやつにはあまり効果ないしな。おお、びっくりした。今がチャンスか。食らいやがれ。よし、緑のやつは燃えたぞ。車の爆発のダメージで燃え尽きるかもしれん。車がやばいよ。でも結構壊れてんな。結構壁いかれてる気がするわ。とりあえず燃えてるやつを始末しきれないか。あ、一体死んでる。ソルジャー死んだぞ。そこで倒れてんな。やばいな。でも結構もうやばい気がする。あ、こいつはライフ満タンか。あいつは太ったゾンビ。 あと45ライフ。やばいやばい。ダメか。狙えないな。ダメだな。まずいな。これだと前部分が落ちそうだな。一旦あっちの境界かどっかに誘導するか。敵を誘導した方が良さそうだ。矢もないしな。アイアンコンボが完成する。よし。あ、ネイルガン手に入りました。やった。これでスーパー強化タイムができる。一旦あっち避難しよう。とりあえず誘導しよう。あ、来てる来てる。やばい。ほっほっ。いいぞ。家の崩壊はこれで免れるか。なんとか。あいつらも一旦見失ったな。こいつだけか。まあこいつだったらいけるか。ほら、あと一発。よいしょ。よし。緑のやつが2体。通常のやつが1体ぐらいか。まあ壁を叩くのはやめたしな。ちょっとこっちで様子見るか。ここだったらまあまだ安全だろう。クエスト終わったから、これで労働者と科学者がコンプリートされた。フィジシャンが取れてるからね。いいね。回復が作れる。レコグがクラフト可能か。効果も高まるしね。サイエンス取れば、ケミストリーステーションとか、ガソリンも作れるしね。この辺は取っておくべきか。
ケミストリーステーションも必要になるだろう。ビーカーあったからね。まずでもワークベンチだな。朝になった。よし、なんとか朝になったぜ。意外と早かったな。ワークベンチを作ろう。そして、まあ、マチエテがもう行かれてしまうからな。アイアンコンボで戦うか。仕方がない。緑のやつ、昼間は走らないんだったかな？走らない。あいつらは走らない。走らないタイプ。まだ緑の中でも雑魚か。腐りかけ汚染空腹。自己回復は持ってるからな。殴り続けないと。スタミナがきついぜ。ほら。ほら。よくも拠点をボコボコにしたな。よいしょ。やったか。カバンぐらい落としてくれよ。まだ一体いるわ。お、ロックピックだけか。よいしょ。まあまあ強いな、アイアンコンボも。オッケー。さあ拠点はどうだ。前面の壁がいかれてる。あ、でも意外といけてるか。うん、真ん中も別にそんなにだしな。あ、そんなに壊れてないか。思ったほど壊れてないな。ちょこっと壊れたぐらい。全然いけてたな。意外といけてたんだ。もっと壊れてるかと思ったね、音的に。よし、後ろも平和だな。いなくなったか。とりあえずちょっとレシピとか欲しいしな。まあ、ホードに向けた素材集めもしていきたいから、あんまりまだ探索は本格的にはできないけど、とりあえずレシピかな。レシピと素材集めだな。ホージとか、あとトゲだな。ホード用にトゲ作らないといけないから。このモッドは初回から割とまあまあだね。ホード来るからトゲいっぱい作ってトゲで対抗しよう。まずはでも本屋探そうかな。一軒ぐらいどっかに本屋あるだろう。この町はでもあんまりいい建物なかったしな。こっちもちょっと危険だしな。砂漠の町か。行くとしたら砂漠の方面に進みながらちょっと探すか。じゃあよし、砂漠の町まで来ました。じゃあちょっと町の中行くか。あんまりまだこっちの町ね、奥まで行ってないしな。ジャンク。これなんかジャンク、あ、ヘビだ。気づかなかったけど、とりあえずヘビも買っとくか。貴重な肉だ。よし。なんかでかくね、このヘビ。ビッグサイズだな。よいしょ。4つ。このジャンクも知らないタイプのジャンクだな。バニラにはないやつか。これだけでかい町だと本屋の一つや二つありそうだが、今のところでかい建物ばかりで小さい建物ないな。またヘビだ。よいしょ。ちょっと待って、ゾンビが周りにうじゃうじゃいるんだよな。よし、急げ、急いで取れ、来てるぞ。よし、うじゃうじゃだ。これなんだこれ。これはバイク屋か。ファイヤーステーション。でけえ建物ばかりだな。ハゲワシも飛んでいる。これ病院だし。でかい建物が多すぎてちょっと重いんだよな。このビルもめちゃ重かった気がするね。うわ、なんだこれ。知らない、知らない。でけえ建物ある。あー、でもこれあったな。結構前、昔に見た気がするね。いつの頃かは忘れたけど、あったわ。ああ、あったな、これ。だいぶ昔の記憶で覚えてるぞ。あ、あれは複合施設だ。あれ、なかなかいろいろあるとこだ。本屋とかもあるけど、いきなりでもフェラルカとか出てくるやつだな。全然序盤でも出てくる建物だから、もう行かない方がいい。特にこの元は絶対
序盤から出てくるからな。あーすごい充実している建物群。いやでかい建物、本当にすごいシティだな。完全なマンションとかも多いし、いやーないな、ビッグ建物ばかりだな。そしてヘビだ。またよし、雑魚は邪魔だ。とりあえずヘビはいっぱいいるから、少しでも肉はね確保できてる。あと卵でなんとかベーコンエッグが作れるから、多少食い物はねこれで賄えるな。ああれはヤギだ。ヤギ攻撃してきた気がするな。あ、なんか逃げてた。ヤギって攻撃してこなかったかな。逃げてる逃げてる。待て、ヤギって書いてる。ヤギ逃げていくな。ヤギは攻撃してこないか。羊かな、羊かなんか、ヤギのでかいやつみたいな、角でかいやつが攻撃してきた気がするな。で、ヤギ待て、早いな、動きが素早い。あんまり奥地に行くんじゃないよ、危ないだろう。何が出てくるかわからんじゃないか。ヘビだ、ヘビが出ている。目の前にヘビが、ゾンビもいっぱいいるぞ。あ、弓壊れたし、すぐ壊れちゃう。まあ棍棒で戦ってもいいんだけどな、ヘビも。よいしょ、邪魔だ。 T シャツ、まあ、こいつらは雑魚だしな。全員始末していったら早いか。逃げる必要はない。あれヘビどこ行った？ヘビいなくなっちゃった。よし。ヘビいなくなったな。死んだのか。あれ？あ、いた。元の位置に戻ってやがるぜ。やったか。本当にヘビばっかり。ヤギはもうどっか行っただろう。あ、このタワーあるね。よく見るやつ。あ、ヤギいたわ。ヤギまだいた。そこにヤギが、逃げていく。お、当たった。よし。結構食らわしたけどな。あと一発か。出血で死なないかな。あのヤギの動きが妙な動きだから、当てづらいね。ダメか。あ、遡ってる。あ、ちょうどいい。引っかかったか。よし、やったか。ようやく仕留めました、ヤギ。よしよし、敵が上がってきそうだな。なんかゾンビ肉くれるぞ。腐肉と普通の肉両方くれたわ。なんでだ、わからんが。あ、ここも複合ショップか。まださっきのとこよりは小さめだからあれだろうけど、絶対出るだろうな。フェラルカとか絶対出るんだよ。大体出るからな。普通の本屋がいいんだ俺。普通の本屋でもまあ出るからな。出るから、このモッドだったら。でもまだマシだから。矢がない。矢を使いすぎてしまったか。矢を作らない。カバンは T シャツだけ。本屋がないな全然。これだったらまだ家の近くの民家あさって行った方がいいか。コヨーテだ、危な危ない危ない。コヨーテ本当にでかい建物しかないんだけど。こっちの方森だな。若干森が入ってる。反対側森なのか。あー、なるほど。森になんか囲まれてるような。三方向森なのか。森方面はまだ穏やかだぞ。小さな民家とかポツポツあるね。
本屋ないか。でも本屋はないな。車屋だな、あるのは。でも本屋本当にないな。ライブラリーとかもないのか。あんまないぞ。もっと前はあったのにな。ん？なんだあれ？旗がいっぱい。なんだあれ？怪しいな。あまり行かない方がいい気がするな。旗がいっぱい横並びになってる。しかも木がなんか、なんだこれ？木で覆われててよく見えないぞ。危険な気がするな。なんだ？本当に木が茂っている。木ごとロケーションに含まれてんのか。中身が全然見えない。地雷とかもあるかもしれんしな。なんだろう、何があるんだ。え、木が邪魔だな。木を解体した方が良さそうだな。上からちょっと見るか。それかゾンビを始末して上から見てみようか。よし、カバン。お、レザーブーツか。一応置きとくか。さあ、ちょっとどういうロケーションなんだこれは。お、見えてきたぞ。どうだ。おお、なんだ。あ、スタジアムか。何のスタジアムかわからんが、なんか観客席あって、うん、フットボール場ではない。あ、レース場か。レースだ。あ、コースがあるんだ。なるほどね。すごいな。よくできてんな。なるほど。レース会場だな。車は一台も見れないけど。中に若干ボロボロの車が止まってる。でもまあ、こういうでかい建物にはフェラルカは付きもんだからな。アメフトもいるかもしれん。ここは何もなさそうだし、後でいいだろう。本屋も全然見当たらんな。時間ばかりが過ぎていく。まあ、アイテムはそこそこ集まってるけど、アロエとか小麦と羽が集まってはいるけど、とりあえず物資集めてるだけで荷物がいっぱいになってきたな。探索はどの道できないな、このままでは。バナナだ、バナナ。バナナってそのまま食ったら結構回復するのか。3回復するわ。微妙だな。これは多分刑務所だったかな。でかい刑務所。前もあったな。昔はなんか重すぎてテクスチャがうまく読み込めなくて、確か表示がね、おかしかったやつだな。あ、なんか穴開いてる。この穴、穴ぼこだったかどうかは忘れたけど。ん？でもまだ向こうにも街あるな。まだ向こうにも続いてる。本当に奥に続いてたわ、まだ。ん？なんかいるぞ、今。あれはゾンビグマか？ゾンビグマか、普通のクマかわからんが。まあ、どっちにしても無理だ、今は。バズだ、バズ。バズ手に入った。まあ、ないよりはマシか。普通のバズだ。まあ、狼ぐらいだったら、なんとか、いけるかな。今はまだ銃が一つもないからな。車ぐらい漁っていくか。車からいいもん見つかるかもしれないから。食い物とか、銃とかツールとか。ん？緑のやついる？緑のやついるな。そこに湧いてんだな。あ、やばい、アラームが。あ、やばい、ワイトだ、ワイト。走ってきて、走ってきて、キャンセル。危ない危ない、アラームでワイトが走ってきてる。危ない危ない、やばいぞ。あ、やばいぞ、危ないぞ。危ない、ギリギリ、ギリギリだったな。あれ、漁ってたら見つかって、そのまま追いかけ回されたかもしれん。危ね。しかも荷物いっぱいだし、この辺建物がなかったから逃げ込める建物も遠いな。危なかった。恐ろしい。あのあれか。あそこに湧いてんのか。あの原子力のところに湧いてんだな。ちょっと近づけないな。危な。アラームが。アラームがあんなに脅威になるとはね。今までアラームあんまり
大したことなかったけど、特に何もないしな。帰るか。はい、拠点まで戻ってきました。とりあえず収穫としては、まあアロエとか、あとは食い物が少しね手に入ったな。まあ肉もヘビいっぱい買ったから、とりあえずベーコンエッグが4つほど作れるか。卵とね、うん、まあまあぼちぼちだな。あんまり収穫はなかったとも言えるけど、まあ砂漠の街は見れたし、まあしばらく砂漠の街に用はなさそうだな。まだ行けそうにないな。とりあえずは近隣をこの辺漁って物資整えるか、武器とか少し整えつつ素材集めていきましょう。またそれは次回だね。次回はこの辺の近場探索からやっていこう。というわけで今回はこの辺で終了したいと思います。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。